俺下って死んだっけ、もう覚えてねえや。ここは死なない。確かね、でね、3段だと死ぬんだよ。これがこのね、面倒悪いところ。いやらしいところ。KBR2 をさ、グレータームーンでやめてるから、全体的にどんな改造かわかんないんだよな。むずい改造っていうのはわかるけど、さすがに。あと、斜面で、なんか、えげつないぐらいむずくなる。それはわかるんだけど。100枚あったっけ。いや KBRX だと100枚がないから、なんかごっちゃなんだよな。初代はさすがにあるのはわかるんだけど、時代的になんか微妙なラインになる、この辺りって、うん、そうなってるのもあるっちゃあるけど、ないっちゃないみたいな、よくわかんないラインじゃん。でも全体的に一番めんどくさいのあれなんだよな、か完全にあの B1B なんだよ。 B1 ファイトだけはむずいから、まあそこだけだな。前半面はあとは簡単。ちなみに自分全くもっと分かんないからね、ウィングとかがどこに手に入るのかも分かんないんだよな。グレータームーンがあれなのは知ってるけど、バニッシュなのは知ってるけど、ウィングがどことか全く分かんないからな。
あら。クソ眠いわ。バカでしょ、完全に。敵どこだ。まあ、このホルヘ一回で終わらせないとマジめんどいから一回で終わらせるわ。これライト着野していったらめっちゃ楽なんだけどね。一体しかいないからな。何体でもいるんだったらいいんだけど、一体しかいないから、まあ仕方がないと。しかもライト着野できないし、3フレームなんてピタリ押せるバカいねえよ。運で運。投げてか、今さっきクソ眠いって言ったけど、加えて腹も痛いんだよね。腹痛いまま始めてるの自分アホなんだよ。グッドラック、テンキュー。もうバカなんだよね自分は。もう頭が悪い。そして手が寒い。しかもストーブつけると逆に暑すぎるっていう。もうなんかうざいな。気温も、気温もうざいし、自分の頭もうざいし、すべてうざいですね。ここ滑んないんだ。地獄だ。もうマジでこれを運んでる時間が世界一虚無。もう自分はもう無心だよね。もう悟り開いてるよ。この状況に関して自分は悟りを開いてる。もう開かざるを得ないっていうか。もう陰を攻めないといけない。もうこれを急いでクリアしたいのならば。だってこれを運ぶのにさ、一番時間かかるじゃん、赤100より。どうなってんだよこのゲーム。頭おかしいだろ。まあでも頑張って運びますよ。コツコツ働かないと。やっと着いた。これ前ね、最後に着いたのにね、これ投げるのね、ミスって戻ったことあるんだよ。ほんとそういうのだけはやめたいよね。
怖いよね。だから舐めてた今まあだったらしゃあない。舐めてたんだったら舐めてたんであろう。よいしょ。ここは、あ、クラウンだ。あんま関係ねえんだな。よいしょ。あれ、この上ってなんあったっけ？コイン。ないか。そんなむずくねえよ、一分だし。よいしょ。前このクリボーに押し出されて死んだことあるんだよな。ほんと死に方が斬新だわ。自分はストレス溜まるんだけどね自分はストレス溜まるんだけど、配信的にはいい。でも配信的とかどうでもいいんだよな。クリアしてんだよ。もうちょっとむずかったらまあまあまあって許容できながらできるんだけど、クソ簡単じゃねえかって。こことか、まあそれでも自分は変な死に方多いですからね。そこら辺もきっちり。そこら辺が上手くなっちゃったらさ、もう配信してた方が意味ないじゃん。いや意味あるわ。それはもう面白さで勝つしかないってことだ。そういう風に見舞われることなくね、ゲームができるってことだから、その人の素の面白さ、こう引き出さないといけない。でも素の面白さないからな。終わりだよ。ちょっと変人ってところはあるけど、あ、でも 変人って案外面白い人多いからいいんじゃね、いけんじゃね、もしかしたら。いや自分が面白いって言ってるわけじゃなく、変な人と面白い人多いじゃん。奇人が多いよね。お前本当に人かみたいな人がなんか面白い人で多い気がする。何に考えてるのか分かんない人。あと ADHD とかね、そういう人が面白い気がするな。やっぱ何考えてるか分かんない人だな。ADHD でもそうだろ、多分。あれ、あと1枚どこだ。あら、まあでも面白い人がみんなそうってわけじゃないから、面白きゃね、みんなそうってわけじゃないからな。面白い人は面白い、面白くない人は面白くない。自分は後者。てかもう面白いって何なんだろうと思うわ。何を定義して面白いんだろうと思うよ。人によって変わるしな、その面白さも。でもなんか無駄に哲学めいたこと話して、何なんだこの雑談は。まあ自分は結構しょうもないことが好きだから。
しょうもないものに、あの、面白さを感じる。逆にゴリッゴリにさ、練られたネタ、ああいうのは微妙。